花尾芳郎の音楽魂。あはい、皆様こんにちは、加納芳郎でございます。今日はですね、何曜日でしたっけ、金曜日ですね当然、何言ってんのかな、まあ、昨日ちょっとおらびすぎた、これ九州弁で言うとこうあのね、あの叫びすぎた感じでね、あの楽しいライブでしたけどもですね、今日のゲストお客様ご紹介しましょう。早速ですけどもですね、小野愛香さんです。こんにちは。こんにちは。イエーイ。小鉄さんでございます。こんにちは。どうも。イエーイ。まあ小鉄ちゃんはもうね、はい、あの何度もお見えになってですね、2回目でしょ。そうでしたっけ何度も会ってるような気がするよね僕小野愛香さんはね、はい、あのお話しするのはちゃんとお話しするのは今日は初めてなんですよ、うん、ね、そうですよね、うん、あの湘南台とかね、はい、で結構ねお会いしてて、あのちゃんとお話しするのはね今日初めてで、もう楽しみでしょうがないんですけども、早速ね今日はあの愛香さんの CD の中から、はい、聞いてみますか。はい、これ1年ぐらい前の CD になりましょうか。あ、そうですね、あの出したヒドゥンドライブ小野愛香という、はい、ヒドゥンドライブね、はい、でこういう1年前の CD ということね、はい、この中から1曲聞いてみますか。そうですね、 Tomorrow is another day という曲、 Tomorrow is another day という曲で、はい、じゃあよろしくどうぞ。いや、これ話す声とか、はい、あの感じをねしか僕想像してなかったんで、うん、声もほらちょっと甲高いね、はいはい、感じかと思ったら、そう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 、小野愛香です、そうそう、いや普通の声そうだけど太いね、男前じゃない、いや男ですから、いや違うの、何言ってんの、違う、これ流行らそうかな、男ですか、いやいやこれはね、あのあのご紹介忘れました、あの高島誠さん、いつもすいません、忘れられてます、いやいやいや、ごめんなさい、松下俊美さんでございます、どうも、よろしくどうぞお願いいたします。今日はねこういうメンバーでね、楽しくやっていきましょう。これでもこの CD すごいね、いやびっくりした、やった、かっこいい。誠さんは何、あの声とか知ってた、声はね、いや、
知らなかったでしょ。いやだってもともとギターをね、そうですそうです、ブルースギターを、あの海外とかまで行っていろいろね、あのリエリーちゃんもそういうね、あ、そうですね、で、まあ、最初ピアノだったんだけども歌も始めて、みんな素晴らしいね。俺だって筑豊から出たことなかったもの。本当にやっぱり今の方々ってね素晴らしいなって思うね。いやいや、ね、なんか歌った方がいいよってアドバイスくださったから、いや感謝してます。いやいや、これね、なんか声質がちょっとびっくりした俺。松下さんいかがですか、あのボーカリストとして。私もギターはね、存じ上げてますけど、ギター初めて。お、今日来てよかったね、はい、びっくりした、びっくりした。失礼します。ありがとうございます。ということでね、あの愛香さんでしたけど。いやいやいや、僕はねちょっと本当にびっくりしましたけども、あの今日ね、あの2人もそうですけども、まあ、高橋真琴さんもねいらっしゃることだしね、生演奏をね、うん、あのちょっとやっていただこうかなとか思うんですけども、いかがでしょうか。なんかまあ最初に何かするっていうのはありますか、はい、曲やりましょうか、なんかやりますか、はい、どうしましょう。ブルースね、何曲やりますかね。うん。あ、これ一番。何かな。これ。オッケー。はい。じゃあニューオーリンズのワッツドミノという人の、曲をちょっとブルージーにアレンジしてお届けしたいと思います。I'm walking。
I'm walking I'm walking ですね。また来週。また来週。また来週。終わっちゃう。これずっと帰っちゃうのもかっこいいよね。大物っぽいですけどね。ね、あのいろいろびっくりしましたけども、あの今度ね、あの今回いらしたのはですね、あの今度横浜の、はい、早速ですけどもですね、ね、これが8月の2日ですね。2日、はい、2日木曜日です。木曜日ですね。はい、これは、横浜のどちらでしょうか。モーションブルー。モーションブルー赤レンガ倉庫にある、はいはい、あの赤レンガ倉庫ですね。そうですね、うん、はい、それでこれは、小野愛香さんと小鉄さんと、リエリー金平、はい、リーちゃんね、リエリー金平、はい、リエリー、こんだけのブルースが集まったらね、どういうことになりましょうか、横浜は。ね、楽しみですね。本当みんな来てほしいですよ ね、 ぜひね、ぜひぜひ。これは何時からなんですか。これは、うん、7時半からですね。7時半からね、はい、これモーションブルー横浜、はい、ね、はい、自由席3500円ですね、うん、これね、そうです、ボックスシートもありますね、うん、だからそう4人以上の人は、うん、だた例えば友達とかで引き連れてくればちょっと安くなる、ボックスの方が安い感じになるの、お得ですね、お得な感じです、ね、なるほど、マス席みたいなもん、マス席マス席とまた相撲のマス席、そんなそんな話なくたっていいじゃない、どうせ俺は筑豊ですから。あ、今日はあのね、あのお友達久しぶりにね、はい、あの、うん、まあ、ここでこう入っ、あの映像とかに入るんでね、ご紹介しましょう、うん、あの千葉くんもね、ね、ご無沙汰しております。いやいやでもか、俺体は心配してたんだけど大丈夫、え、そうですね、まあ、とりあえずなんか臓器がなんかちょっとあよろしくないらしくて、ほんと、まあちょっとあの今やっぱりリハビリみたいなのしてんの、まあ一応仕事はしてますけど、うん、しながら、あ、そうなんだ、みたいな形で、ああそうですか、そうです、あのね、お互い頑張りましょうってね。いや結構いろいろみんなあるもんね。そうですよね、うん、こんなのありますからね。そう、僕10年前に肺気胸って言われて大声出しちゃダメだ、ですか、うん、ダメだって言われて、無理ですって言って、そのままなんですけど、どうなったんですかそれ。いや、あの知らないですね。すごいですね、うん、うちの兄も肺気胸でした。本当、ね、痩せてる人がなんかなりやすいみたいな、うん、そうなの、なんかこんな感じのこと言ってましたけど、本当、だからまあちょっと僕あんまりお医者さん行かないんですよ、はい、うん、ただ自分でも分かるんで、あ、うん、あ、もうちょっとあんまりひどいなと思ったら、あの人に言われてやるのが僕嫌なんで、なるほど、あ、そう、自分で気づいて自分からこうだんだんこうね、あのそうそうそう、今もう絶好調ですよね、じゃあね。いやいやいや、悪いですよ。でもそれは自分で、うん、あの管理して、うん、管理してね、うん、だんだん、まあ、お酒とかも控えたりとか、そうですよね、うん、そういうこともしますけども、いろいろね、みんな大変だけども頑張っていきましょうね。ね、ライブ来たら治りますよ、ね、今度。8月2日来たら絶対治ります。ほら、うまいね、こてっちゃんが。それぐらいの気持ちでやってますから、こっちは。そうだよね。そうですよ、お願いします。うん、いや本当にもう、よろしくお願いします。ということでね、これ本当楽しみですね。楽しみですね、本当に。ね、小野愛香さん、うん、リエリー金平さん、こてっさん。これは8月2日ですね。はい、ね、これ、モーションブルー横浜というでね、皆さんね、あのぜひね、ご覧いただきたいと思いますね。モーションブルーはもう何回もあれですか、はいはい、何回か愛香ちゃんと、2回出たね、バンドスタイルで2回出て、あとはバラバラで、そうですよね、バラバラで。愛香さんはもともと横浜方面であれですか、活動が多いんですか、じゃなくて、いや都内です、ね、都内が多い、はい、都内で、それからなんかいろいろあの先輩方つながって、うん、横浜の先輩方がいろいろこの横浜のお店いろいろ紹介していただいて、うん、一緒に出させていただいたり、はい、そうです、アミカメさんとか、ああ、いますね、なんかいやいやいや、ね、素敵な先輩ね、僕もお世話になってますけど、ね、いや、そうですか、そうです、でもなんだろう、その
そういう人たちがその表にどんどん出ていくっていうかね、僕もあの今日初めてね、あの知ったというか声とかもね、はい、でもそういう人たちがどん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 出てくるのがねいいですよね、うん、頼もしいね。昔はもう汚いじいさんばっかりだったじゃない、はい、関西のブルースクールそんなことひどい僕は何も言ってないですからね。なんかねなんかこう頼む違いますよね。僕らの頃はほらあの割と関西、はいはいね、京都大阪の感じのね、はい、あの渋い感じのね名前言いましょうか。いやいやいや中央線のね。いやでもねなんかこう頼もしいっていうかあのうんなんかそう思いますよね。あのやっぱりいろんな形若い方のね、はい、あの日本のほとんどの方がこう行く路線みたいのあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのもまああるけども、うん、やっぱ片やこういう風なね形でこうドーンとね世界に羽ばたくっていうね、それ見てるとね本当なんか頼もしいですね。自分がほらできなかったから九州から僕出たいと思わなかったもん。いや若い頃そうだったのよ俺、九州であの実家の商売継ごうと思ってたの。あ、うん、全然その音楽に何かするとかっていう風にあの九州にずっとこもっていたかったんですよ。でも我々デビューされてるじゃないですか、うん、それでデビューに受かったからしょうがなくてみんなが帰ってくるぐらいの頃に23、24ぐらいの頃に東京で逆に出てきたんですよね。みんな大学東京行って帰ってくるじゃないですか、はいはいはい、そういうのありましたけども今はすごいですよね。でも九州の人でもなんかこう直接例えばあのアメリカとコンタクト取ったりとか、はいはい、今そういう感じがね多いですよ ね, 多いですね。昔は関西とか東京に来て、はいはい、それからみたいな感じがあったんだけども、うん、九州ので住んでいながらも、そのまんま向こうにダイレクトにコンタクト取って、うん、僕の知り合いのビートルズばっかりやってたバンドなんかね、はい、あのカーネギーホールでやったり しましたから、それダイレクトに向こうに連絡取ったのね、はいはいはい、うん、今だからあのやっぱりインターネットとか、うんうん、SNS が、うん普及してるから、はいはいはい、逆にどこにいても世界とつながれるっていうか、そうですね、うん、便利な世の中だね。そうだよね、まだガラケーだったからね俺。いや最近変えたばっかりだからスマートフォンっていうかスマートフォン、最近、うん、最近そのこういう言葉もね覚えましたよ、うん、インスタグラムかなって。もう嬉しくてしょうがないの。すぐ言いたいみたいな。はい、ということで松下さん、はい、今日ファックスいかがでしょうか。はい、うん、お願い。あ、なんか飛んじゃった、うん、美味しいマッセージ、はい、ありがとうございました。博多のみきさん、お、博多のみきさん、はい、おうおう、皆さんこんにちは、はいはい、台風の影響はいかがですか。うん、今のところどうでしょう、まね、大丈夫ですよ ね, すね。今までじゃ考えられないコースだし不気味ですよね。わ、そうなの、そうみたいですね。うん、こっちは相変わらず熊ゼミの合唱で普通の声で会話するのが難しいくらいです。セミ、うん、セミね、セミ熊ゼミね、うんうんうん、さて今日のゲストは待ちに待ったお二人です。こてっちゃんお帰りなさい、はい、ただいま、去年から何度か念願だったコテヤンや、うん、いつものブルース・ザ・ブッチャー、はい、590213のライブで会っていますが、うん、相変わらずの主役のくせに、うん、周囲に対する気配りがすごいですよね。あ、本当ですか。そんなところも大好きです。ありがとうございます。そして愛香ちゃんは初めてですね、ようこそ、うんうん、どうもお邪魔しております。いや、あのあれ博多とかは行った結構行くんですか。いや、いやないの、1回だけリーちゃんと。あ、そうなんだ。行ったことありますけど、書いてますね、うん、オイラは以前リーちゃんやドラムのサチちゃん、あ、大沢親瓶と博多に来られた時に、なんと贅沢なことに愛香ちゃんに演奏してもらいながら、シュトマンを歌うという経験をさせてもらいました。歌ったんですね。一生の思い出の一つになっています。バイ、うん、この間の青森のブルースフェスもストリーム配信で見てました。今日はお三方と一緒に、最高にリラックスできる空気の中で楽しみまくってくださいませ、うん、今日はリクエストはなしで、はい、こてっちゃんには
簡単にリクエストに答えると思ったら大間違いって冗談で言われたし、うん、あ本気だしだスタジオからミキさんの、ミキさんどの店舗が良いですかって聞かれても困るし、うん、愛香ちゃんとのコンビは未経験なんで、うん、って書いてますね、うん、カナオさんには何でも OK ですけど、うん、前回の風の中で盾は体験したんで、うん、ファニーエンジェル、うん、ですがいつも通り何でも OK です、うん、BS いつか2人で博多に帰ってきてほしいです、うん、その時は運転手してもよかばい、うん、ありがとうございます。あ2人でね、うん、俺やないと俺のことやないって。おお分かった分かった今のねちょっとねなんかその流れ的にはねわ俺に言ってくれてるのねえいや、まあ、愛香ちゃんでしょ。あそういうことでミキさんありがとうございます、まあ、ありがとうございます、ね、博多の方もねあのこの間福島も行ってきましたけども、うん、あの福島の方たちもねこの番組を楽しみにねして、くれる方たちが増えてきましたね、うん、もうやっぱりねちょっと10年ぐらいになりましてね、すごい、うん、あの最初はね届かないと思ってたのよ、うん、で諦めちゃダメだね、うん、もう10年ぐらいしてたらね海外とかの方もね、はい、今あの楽しみにしていただいてるんですよね、うん、でやっぱなんか続けることですよねなんかね、と思いました、さて今日はねあの小野愛香さん小鉄さんのお二人ですけどもですね、はい、この生演奏ねやっぱ聞くとすごいね CD もすごいけど ねありがとうございます。もうなんであれきっかけは何ですかブルースのそのやり始めたあやり始めたきっかけですか、うん、は、自分はやっぱ好きな音楽が、うん、あの両親の影響で古い昔のアメリカミュージックが好きで、それで、まあ、あのローリングストーンズとか、はいはいはい、あのレッドゼペリンとかほうほうすごい好きで、その、うん、あの自分の好きなバンドのギタリストのルーツがブルース、ね、はい、ブルースだったりするんでしょうね。なんか CD とか聴いてると出てくるじゃないですか。 B.B. キングとかゲストで聴いてたり、うんうんうん、バディーガイとか、うんうん、エリック・クラプトンと一緒にやったりとか、うんうん、それであかっこいいなというのが、うん、はい、それでブルースやりたいなっていうのと、うん、あとやっぱあの映画のブルース・ブラザーズ見たのが大きいですね。あそれ結構あれ大きいみたいなあの映画ね、はい、あれでも僕らはもう結構もう大人になってたからねあのブルースあーそれでもう黒人音楽ってかっこいいなって、うん、はあ、僕はね、はい、フォークソングをずっと歌ってたんですよ。その昭和というところで博多にライブハウスが、はい、有名なとこですね。で いろんなまあ海援隊とかチューリップの先輩たちとかいろいろ、まあ、同期にこうそういう長渕君とか、まあ、もうスロッカーズとか、まあ、いたんですけど、ただその時にねあのブルースをものすごく好きな博多にいて、うん、でもうあの指で弾いてなんかあのあの要するにビビキングみたいな声出す人がいたんですよ、はい、その人が僕のところに見に来て、でおあの男性の客が来たら俺がブルース歌うと、うん、で女性の客が来たらお前が歌えって言われて、スナックで2人で歌ってたのよ。お酒作りながら、で昭和出てて食えないから、うん、そこで歌わせてもらってたりしてて、でその人の家に行ったら、うん、もうブルースばっしかないのよ。それでなんかちょっとあの聞いた思い出がありますよね、うん、ハウンドドッグテイラーとかね、はい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 、こう指がほら6本あって、はい、スライドのやつ、うん、それで、まあ、マディウォータースとかいろいろね、もうそうだからそういう人と出会ったのが、まあ、あのきっかけですけども、うん、僕はブルースの方にはね、うん、あの行きませんでしたが、うん、そのそういうきっかけってありますよね。はい、はね、大きかったです。衝撃でした。小鉄ちゃんは何だったの最初から、うん、僕が一番最初はやっぱ RC サクセーションですね、うん、あそうなんだ、うん、小学校の時にやっぱ RC ライブよく見に行ってて、うんうんうん、で RC のライブに行くとこう流れるじゃないですか、うん、SE が最初の BGM、うんうん、で当時はね本当は撮っちゃいけないんだけど、ウォークマンカセットウォークマンで録音してて、うんうんうん、で家帰ってきて聞くと、うん、ほら入場時から入れてるもんですから、うん、会場で流れてる音楽がね、ライブ始まる前に流れてるね、 BGM、 それがソウルとかブルースとかリズムブルースだった。ああそうだったかもね。でやっぱり清志郎とかチャボさんとか見るとこう、うん、好きなのがやっぱブルースとか出てくるもんで、うん、それをだんだん聞くようになってった。うーん、でやっぱり同じようにストーンズからマディオタズ聞いたりとか、それでルーツ行っちゃったんですよね。ほうほうほう、なるほどね。きっかけはそれだよね。うーん、そうかそうか、それすごくやっぱその語り継がれたりそういうのあるんだね。ありますね、すごく、あの方たちからね、
だからそう思いますよ。やっぱあのグループサウンズの、まあ、例えばエディ・バーンさんとか、はい、その加部さんとかもね、最初の頃、この番組に来ていただいたんですけど、はいはい、やっぱそういう人たちをご紹介しないとね。そうですね、うん、で日本ってそういうのはないじゃないですか、うん、そういう番組も。確かに、うん、でそれを持ってね、このラジオも僕始めたんですよね、うん、それとかまあ一生懸命やってて、なんか僕は素敵だなと思う人をご紹介したいとか、はい、大体あのメジャーな感じの人はもうテレビとかみんな出てるでしょ、うん、そうですね、で大体同じ人ばっかり出る。まあそうですね、ね、うん、でこっちあんまり面白くないよね。あいや面白いんですよ。それはまた面白いですけども、あんまり人がやってないことやってもいいじゃん。そうですよね、うん、みんな同じことやってもしょうがない、ね、そうね、でも BB キングもラジオ番組やってたんだね。やってました、昔僕聞いてた FNS で、うん、FN かあの、うん、やってました。 BB キングのブルースアワーってやつ、うん、そうやってました、ね、はい、うん、そういうことでですね、今日生演奏ね、あのなんかまたやります。それともなんかリクエスト、はい、うん、がなんか来てたけど、僕も何でもよかったよね。あ、リクエストは特になかったと思います、はい、加納さんの歌やりましょうよ、ね、せっかくだから。俺、うん、このみんなで。いやもう今日声疲れてるよ俺、いやでもねこれはねやんなきゃいけないんですよ。僕はあの一応加納芳郎の音楽魂やってますから。魂がいやいや、さっきなんか風の中とか入ってたけど、ファニーエンジェルじゃなくてね、ちょっと小野彩香さんが結構どうだろう、割と明るい感じの曲があるんで、僕マイナーちょっとやってみようかな、今日。ああいいっすね、ま、うん、マイナーの曲やってみたいんだけど、はい、あれこれひょっとして、うん、あそうかそうか、まこしさんのマイクが、はい、あ、これをだから、いや、ちゅう、あ、それ曲がるからこっち変えて、これを、いや、こっちより曲がる、これをこうしたらいいんですね、うん、そうそれで、それでやってみようか。これでって言いながらね、お聞きの皆さんはね、何をしてんのかなって、この4本のマイクでね、いかにするかっていうね、感じでやっております。マイナーでいきましょうよ、うん、で、松井さん、ここら辺でこうコーラスこら辺でやってもらってもいいですか。はい、コーラスで何やるんですか。ダイナマイト、うん、ダイナマイトやりましょう。あの酒飲みこれ横浜で作った歌ですね、いきますか。
ダイナマイトをお届けしましたけども、わー楽しいですね。今日初めてやってもね、こういうあのなんか、うん、素敵ですよね。このでコテチちゃんさ、はい、そのハープって可愛いね。これいいでしょ、色がこれこれ、うん、赤だね。これよくぞ気づいてくださいました、うん、この赤いハーモニカが実は、うん、明日発売のえボックスというメーカーが、ボックス、はい、ボックスギターで有名ですね、ビートルズ。あのボックスの日本側のコルグという会社が作りました。そう、なるほどね。私ちょっとモニタリング、モニターをさせていただいて。素晴らしいですね、はい、これそれ可愛いね、本当に、ね、いいでしょうこれ、うん、いや色がねなんかいいよね、目立ちますよね、やっぱ、うん、ハーモニカちっちゃいですからね、うん、こうね、やっぱ赤いとこう目立っていいかなと、はは、音もね今日使ってるのこれですから、なかなかねえ素晴らしいですね、はい、それね、いや、いろいろ乗せてきてます、ね、いろいろね、いろいろね私もお世話になってました、そうそうお子様のボックスですか、そうです、ね、あれそうですか、あのギタースターストリームって、ね、あれもそう、今日の愛花ちゃんのアンプもボックスですよ ね、あ、これはねちょっとお借りしてるんですけどいやでもね素晴らしいボックスいいですよ最近、うん、ね、あなんかすごいねみんなねそういうのあって、それでもハーモニカってさ、はい、消耗品だから、そうですね、どれぐらいのペースで変えたりするの、うん、僕はもうねもう今ほとんど壊さなくなりましたね、大事に使ってたら結構持つ、あのねやっぱり吹き始めの頃は力いっぱい吹いてたんですよ、あ今はねやっぱりね軽くっていうかいい加減で吹けるようになってきたんで、うんうん、壊さなくなってきた、なるほど、はい、そういうもんだね、そうなんです、でもそれになっちゃうとハーモニカ売れないみたいですね、やっぱね、あーなるほどね、だから皆さんハーモニカ思いっきり吹いてくださいそうしたらハーモニカ売れない売れないから、あーそういうことも言えるよね、うん、そうなんですよ、でもその加減が分かってくると、はい、なんかだあの物もこう長持ちできるもんですね、長持ちするし、またいろんな機種を試したくなってくる、うんうんうん、やっぱりいろんなね違いがあるじゃないですか、うん、ハーモニカの種類によって、ね、出てる会社によって違うしね、はいはい、うーん、あそういうのがあるんですね、はい、まあ、ラジオの、ね、お聞きの皆様はねそのブルースハープとか、まあ、ハーモニカでこういうねあのホルダーみたいな革のホルダーとかあるね、これオリジナルなの、そうですね、これはもう友達に作ってもらってもう30年ぐらい経ってますけど、これ、はい、そうなんだ、これ何本入る、これは12本ですね、はい、はいはいはい、だから普段はだいたい12本持ち歩いて、でマイナーとかも、ね、全部、本当はマイナーも出てるんですよ、うん、マイナーでも12本あるんですけど、うんうん、でもあ僕はこれでちょっとポジションっていう、要するに吹き方を変えて、ほうほうほう、選ぶキーを変えて使ってるんですけど、だいたい12本でね、
まかない。僕のね友達博多でね、はいはい、今でも帰った時に、はい、あのハーモニカ吹く友達がいて、はい、もう昔の昭和時代から友達で、中野茂樹っているんだけど、もう有名な方じゃないですか。本当？はい。あの茂樹君でもう20代の頃から知ってて、あ、そうですか。そうそう、帰ったら一緒にやるんだけど、彼のね奥さんがね、はい、こんなこと言ったらまずいかなと思うんだけど、なんかね、なんであなたね、うん、ライブとか見に行くじゃない。はいはい。したらかっこ悪いって言うんだって。うん、あんないい音出してるのに。うん、でハモニカって、うん、背中曲げて吹くじゃん。あ、なんでこんなこうもう背中曲げてこうやって吹くのって言われて、でもなるほど、そうじゃなく吹くのは難しいよね。僕は割とピンとしてますね。そうかもね、はい、割とこう、こ上ピンって感じですね、うん、ちょっと割とほら鏡気味で普通わかりますわかります、鏡、はい、そうやってね、はいはい、それがオーソドックスでしょ。そうですね、割と、はい、で小手ちゃん見てたら僕割とピンとやってます、ね、そうだよね。あ、そういう吹き方もあるのかなとか思っちゃう。 ありますね、でもね、やっぱり。へえ、うん。だからね、こう曲げて。曲げてね。曲げて、でもあれ、ハムリカってそういうイメージじゃない。でもそれはそれで渋くてかっこいいですけどね。やっぱこう いいんだけど、その曲がった姿がかっこ悪いって、うん、嫁さんに言われたらね、もうね、それきついっすよね。きついよね。いや、こんなこと言うすいません。でもあれがかっこいいんですよ、絶対。ね、うん、男はそう思うよね。うん、僕はしないですけど、でも、あの方はそれがかっこいいと思いますよ。ねえ、うんうん、まあそういうことで、いろんなところでですね、愛華さんもね、ご活躍をね願っておりますけど、ありがとうございます。今日なんか生演奏やってみますか。だって、ね、そうですね。僕ね、うん、みんなで、うん、大合唱。大合唱。大合唱だっけ。なんて歌だっけこれ。これはウィルソン・ピケットの人の Something You Got で。あ、これそう合唱なんか言葉なあのコーラスあるんだっけ。そうそう。マイマイモーモーアラビューそうですね。ああ分かった。マイマイモーモーアラビューそう。オッケー。これはあ、ね、変えた方がいいですか。マイクいいですよ。僕はこれでいいですか。これでいい。はい。あ、これいいです。これこっち。これがこっちですね。そうですね。はい。はい、すいません。でもコーラスはもうマイクないんで、はい、あの大きな声で歌えます。はい、はい、いきますか。いきますか。はい。 Something you got。 Something you got makes me walk on。
最後コーラス繰り返してヨロがって言って、ということで楽しいね時間を過ごしてまいりました。今日のゲストはですね、小野愛香さん、小鉄さんですけどもですね、ねえ、ま、声歌い始めて5年ぐらいなの。そうですね、すごいよね。もともとね、 声って声質じゃない、はい、それで決まっちゃうんで、そうですよね、うん、すごいいい感じだよね、うん、日本語の歌歌わないの。あ、日本語の曲も入ってるんです。それ CD、はい、あ、入ってます。聞いてみていい？あ、もちろんもちろん。聞こうか。あ、うん、そうですね、何がすごくわかんない今ちょっと山田さんに合図してたんですまあこれね、いろんなことやりながらね、松下さんも、まあ、あの読みながら、あの曲目 Q シートを書いて、はい、僕はね後出し Q シートです。後出し Q シート、そうそう、あのまあ大体ね放送の前に Q シートを出しますけども、はいはい、僕はできないでしょう、リクエスト来るから。そうですよね、うん、それでもう気まぐれだし、ね、そういう書きながらまあね、ファックス読んだりとか、はい、松下さんね、あのいかがですか。いやいやいや、本当に、うん、すごいかっこいい。そういうことじゃなくて、今何を聞こえる？あの、もう、その、このちぐはずさがね、もうね、聞いてる方はね、もう誰でもわかるからね。あのね、でもね、ギター弾きながら、うん、こんだけ歌える人は私初めて、そう、あのね、ギタリストはギタリストのボーカルなのよ。なんか軽くね、でもなんか良かったね、ってそうそうですそうですよ、あの素晴らしいなとか思いますけどもですね、あのじゃあちょっと日本語の歌をね、オリジナル曲、これは何というタイトルなんでしょうか、ね、はい、日の当たる場所という、日の当たる坂道じゃないの、日の当たる場所、その曲あ、おめでとう、びっくりした、日の当たる場所ね、そうなんです、このヒドゥンドライブの中からですね、小野愛香さんの日の当たる場所、はい、
はい、ということでですね、これは日本語の歌もまたこれがね、素晴らしいですよね。僕はね、ちょっと個人的に好きですね。よかった。うん、ありがとうございます。どうしてかっていうのを今もう人の悪口も交えてどんどん言いましたけども裏話しましたが、これはね、やっぱりね、映像でね、うん、言葉はね、はっきりしてるし、声質がね、ちょっと今までにない声質なんだよね。よく割と似てる感じの歌い方する人多いじゃないですか。まあ、流行りにね、うん、ありますね。特にこうちょっと R&B と言われる系の人たちの日本語の方たち、でもね、そういうのに当てはまらないから、なんかこうなんていうかな、こう太いっていうか、こう大陸的というかね、うん、そういう感じがしますよね。やってくださいよ、これ。かしこまりました。いい、嬉しいです。ね、やってる方がいい。いや、本当両方やった方がいいと思うし、うん、すごい可能性をね、感じるよね。ブルースだけっていうにとどまらずさ、うん、で、ブルースって自分の中からにじみ出たもんだから、はい、うん、だから、そういうもんは少しずつ出てきて、今の歌とかはね、もう等身大の小野愛香っていう感じがしますよね。どうですか、松井さん。いや、素晴らしい。すいませんね、毎回審査委員長、すいません、ね、素晴らしいコメントだね。考え出して、いや、考え出してっていうのは俺正直な話だ。いやいや、でも正直にね、本当にいい声してますよね。なんかいろんなカントリーとかも合いそうだし、いろんな歌が歌える感じ、うん、だからやっぱりジャンルじゃないんだよね、うん、そう、ジャンル関係ない感じ。そうだね、うん、やっぱりいろんなもん好きだし、あ、そうなんだ。そう、あとどういうのが好きなの？日本、まあ日本、まあ、海外でもいいし、日本のものでもいいけど、なんか音楽的なこと。いや、もう結構何でも来ますね。クラシックからオペラとかも好きですし、ミュージカル見たり、うん、はい、だから豊富なんですよ、ね、やっぱ引き出しがたくさんあんないね、うん、俺1個しかないからね。引き出しもこの A マイナーとかさ、そうそう、 F シャープマイナーしか引き出しがないんですよ。ジャンルにマイナーだよね。こだわらず聞きます。いいなと思ったものはもうブラジル音楽とか、はい、ジャズも好きです。でもね、今時やっぱりそういう多いですよ、やっぱり、うん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 、だからリーちゃんもそうだけど、うんうんうん、リーちゃんも、まあ、ブルースピアノやるけど、彼女もハードロックとか大好きだし、うん、GS みたいなのも好きだし、うんうんうん、なんかだからそういう、僕もそうですけどね、うんうん、ブルースだけじゃなくていろんなの好きなんで、うん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 、そういうのがやっぱり今時っていうとあれだけど、うんうん、やっぱり30年前と違うとこなのかなって。ああ、そうかもね。ありますよね。で、別に流行りでやってるわけじゃないですよね。そうだよね。ちゃんも流行りでブルースやってるわけじゃないから。そう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 。あ、そういうのがあるね。そういうとこかなと思いますよね。誰だ、携帯ピン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 。俺はすいません。何年やってんだ。10年目です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやいやいや。ね、ね、毎週出てほしいぐらいの、ね、感じですけども、俺と交代しない。交代しない。またこう、ね、話のこう間が ね、いいよ。そう、いいよね。うん、番組なんかやれば、いや、やりたいんですけどね、うん、なかなか機会がないですよ。でもいろんなとこ呼ばれるんですよ、うん、そうだよね、うん、しょっちゅう呼ばれるんですけど、ね、まあ、いずれね、どっかで、うん、だからなんかその独特なこう雰囲気、吉田よし子ちゃんなんかもね、あの話し方がね、はいはいはい、おっとりしてるでしょ、ね、ああいう人の声ってラジオ向いてんだよ。あ、幸せになれるんだよね。聞いてる、金子さん若いわねとか言われちゃって胸開けちゃってみたいなね。もう好きにしてくださいみたいな感じで、あ、つまんないなしました、すいませんみたいな。ということでしたけどもですね、モーションブルーの、あ、最後にね、もう一度ね、ご紹介しましょう。リーちゃんもそうですね、小野愛佳、アンドコテツアンドリエリー金平ということで、うん、モーションブルー横浜ですね、はい、これご期待、いただきたいと思います、これが8月2日ということになっておりますね、はい、自由席3500円ということでね、ボックス席ありますね、うん、1万4000円、これはだから何人、4名様まで利用ですからね、4人友達と来ればいいんですね、そうですね、はい、マス席がありますね。
ということで、電話番号言っときましょうか。横浜045-226-1919、横浜045-226-1919、これは、ご予約番号でよろしゅうございましょうか。あ、そうですね、はい、ということでね、お楽しみいただきたいと思います。モーションブルー横浜、はい、ということでね、よろしくお願いします。ぜひ来てください。楽しみですね、はい、ブルース以外もやりますから。これあ、本当だから、サブタイトル、いいね、トリオダブルースエツザトラですから、うん、ブルース他トリオでやりますよ。あ、なるほどね、うん、そういうことですね、楽しみですけどもですね、頑張っていただきたいと思います、本日のゲスト小野愛香さん、小鉄さん、ありがとうございました。ありがとうございました。高島子さん、ありがとうございました。松下としめさん、ありがとうございました。動画のキキさんもいつもありがとうございます。ね、千葉ちゃん、ありがとうございます。元気になってよ、元気でね、ということで、また来週お会いいたしましょう。来週の、ゲストはですね、井上、さん、な井上さんってどこの井上だよ。井上さん、いろいろいるよ。そう、改めてまたご紹介しましょう。 Facebook をお楽しみいただく井上智康さんですね、うん、ということでお楽しみいただきたいと思います。また来週お会いいたしましょう。 See you next time.祭がある懐かしき友がいる忘れかけてた想いが体に染み渡る熱き心が好きさ Oh, no.